海軍大将赤犬に騙され白ひげの胸を貫いたスクアード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげは船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める。白ひげ、世界を破壊できる力を。助けた兄を眼前で殺され、ルフィの精神は崩壊してしまう。だがエースの弟を連れてけよい、ジンベイ。エースの意志は守られ、受け継がれていく。ルフィの中にしっかりと。白ひげ、おかしいぜ、海賊。お前一体何が欲しい。ガキの頃から欲しかったものがある。おお、あるのか。家族、おめえたちには全てを感謝している。あなったれどもにゃ。皆さん、急激に変化した状況は、世界を、白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ、元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部は、より強力な正義の軍隊となり。これはどうだ。まだだ。大宴会。俺のエースの力、うちのエース。龍のかぎ爪、龍のかぎ爪。ほいっと。やっとそれ。よし、間に合った。剣。及ばなかったか。これがメラメラの実の能力。エースと同じ燃え上がる炎の鍵爪、龍の鍵爪。ほいっと。やっとそれ。よし、間に合った。剣。及ばなかったか。これがメラメラの実の能力。エースと同じ燃え上がる炎の。
ソル行こう。敵が多すぎる。この俺に勝てる。そう思って挑んだお前の。ジジイ、俺は。そりゃあおめえ生きてみりゃわかる。エース。嘆きと悲しみ。しかし。やめられたもんだ。俺の、そうだ。俺が海兵でお前が海賊である限り、見逃すわけにはいかねえ。つまらねえ理由だ。嘘だい。舐めるんじゃねえぞ。そうだ。行くぜ。70% オーバー。俺たちは、このやるぞ。やるぞ。やるぞ。よけエースの今行くぜ。相当きた。命をダメんじゃないよ。つまらった。振り返るな。時代は変わる。こんな時にやれやれ。エルボー。おやじ、俺に任せろ。世話焼きディベル。
になってやる。Yeah!
すまねえな、手加減とかできねえもん。どうだ、参った。やるな。見てろ。ライト。
だな。こいつでいいんだな。よし。こいつでいいんだな。こいつでいいんだな。よー